ちょっと焦げ臭いけど大丈夫？大丈夫だから来ないで。あれ、ぬるい。いつもはママの料理をアキちゃんに届けてるけど、今日はできた。ママのみたいに綺麗じゃないけど、気持ちはしっかり込めた。美味しいって言ってくれるといいな。汁気のあるものはラップを、粗熱は十分に。わあ、もうちゃんと言われた通りやってるよ。あ、もうこんな時間？手伝おうか？いいから、あっち行ってって言ったじゃん。行ってきます。もう、ママったらデリカシーがないんだから。青の花火の日以来だ。思い出したらドキドキしてきちゃった。あの時はアキちゃんのことで頭がいっぱいで、悲しそうなアキちゃん見てたら思わず抱きしめたくなって、そのままアキちゃんが寝るって布団に入ったから静かに帰って、はぁ、抱きしめてしまった。思わず男の人を初めて、私たらなんて大胆なことを。あれ、あ、先輩。花火の日は本当にすみませんでした。まあ二人きりで離脱したってことは告ったんだろ、ゆけってね。告ってまして、それどころじゃなかったっていうか、途中でアキちゃんの具合が悪くなってそのまま帰ったんで。あー、なんだ。まゆりさんにも謝っておいてください。妹って嘘ついた形になっちゃったし、リンゴ飴も預けたままで。あいつなら気にしてねえよ、ガブガブしてたぞ。あとお礼も、そのイライラと。さっきからまゆりばっかだな。え、別に。何それ、飯？あ、はい、あきちゃんに。いつもはママのご飯を届けてるんですけど、今日は初めて私が全部作ってみたんです。ほやほやです。お前の手作り？うわー、焦げてそう。またそういう意地悪を。でも、図星。え、おわら。お前ら見てると、ほんとムカつく。え、ま、でも謝っといてよ。俺あの人に喧嘩売っちゃったからさ。え、喧嘩？あきちゃんにですか？なんで？もうさっさと行けよ。冷めないうちに渡した方がいいだろ。なんだよ。先輩は私のことムカつくかもしれないけど、私は先輩と仲良くなれて嬉しかったです。じゃあまた。ほんとムカつく。ということで、今日は私が作ってみました。見た目はいまいちだけど、味は大丈夫だと思います。ヒーローって料理できたの？たくさん。いや、できるわけでは。レシピはママに教えてもらって、なんとか頑張りました。ああ、ありがとう。じゃあ、いただきます。どうぞ。一応、喜んでくれてるっぽい。最新のリボン5月超特大号は春もシュワキュンまっしぐら。表紙&関東カラー43ページ、村眉先生のハニーレモンソーダ、ついに完結。究極の初恋が永遠になる。最終回40ページのりちゃん先生の吸血鬼とバラ少女、まるちゃん新作春のほのぼの陽気に誘われて、カラー25ページ。原作脚本さくらももこ先生、作画
動画を見てくれてありがとうボス。グッドボタン